まあ、女の方が荒々しい仕事よりねスマートにいけそうな気がする。そうこのキャラ天才ハッカーだから、ね、あそうなの。スーパーハッカー。スーパーハッカーウルトラスーパーベリーズあハッカーっぽいハッカーっぽい。ちょっとささっきこの辺見たじゃん。うんもう反対側も見てみね。ああいいよ。あつうか携帯電話見たこっちの。あないあまた配置は変わると思うよ。あここに携帯あったよ。あそうなんだ。うんで QR が使えるようなあそこがあでここピッキングできる。ピッキングはまず こいつこっち来んのかよピッキングはさ、うん、マスクしなくてもできるからさ極力したいよね。ね反対側見てみない。行く行く裏路地と中のブラインド下げとこうかなとりあえずはい、まあ一般人に見えないように、ね、そうそうそう、まあ、今日天気悪いからね天気悪いけど誰一人として傘差しとらん。あここピッキング。これさ一般人に見られても大丈夫なのかな。大丈夫だなんか大丈夫そうじゃん。違うVIPエリアさっき行けてなかったんだ。え行けてなかったっけ。ああじゃいやさっきは行けてたはずだよ。あれで行けてただってタスクの表示消えてたじゃん。あちょっと俺マスクしてその警備員片付けるか。あお仕事の時間です。うわ、ここキーパッドある。キーパッツ？うん、キーパッツ。パスコード。Yeah, hi there, Central. Listen, I'm mildly psychic and I have this feeling going on across town.あ、さっき唐突に外に出てきた警備員だがあれマジか。よしこいつなんか落としたな。あ見てああそれ QR コードで多分あマジ1回しか使えない。これ iPhone15 Pro かな。15 Pro あ青キーカードえこれあそうだこれ iPhone15 買ったんよと突然突然そういえばまだ手元にない。あれで、今、読み込んで。青キーカード俺取ったよ。あ、OK。これ今、読み込んで調べたけど、どうなったなら、これいける、これいける。あ、これやるとこれが使える。はい。あれ、なんかこの QR コード、この QR コード、画面越しで読み取れそう。読み取れそう。あ、OK。開いた。マスクつけちゃおうか。はい、なんかいる。一人ぐらいならね、民間人は拘束して外に集めればいいから。こいつ一人か？一人っぽい。さっき外に行った警備員怖いから見てくるか。あ、いた。まあ、不用意に殺す必要もないでしょう。はい、縛り上げー。あ、無線に応答する。あ、そのままで応答できるんだ。You're so tense, man. It just gets on my nerves. I see. Yeah. え、それど、あ、あれ死体？あ、死んじゃった。あ、死んじゃった。あ、そっちも死んでんじゃねえけど。警官は生かしておくことができないのかもね。だね。だって絶対ページアウトしないといけないからね。で？あ、で、これ、ステルスするときはキーパッドやんなきゃいけない。さっきこじ開けたんや。こっち開いた。おぉ、あ、これさっきの。そう、さっきの。ピッキングだけすっからね。オッケー。あ、これ間違ったらまたなんかなっちゃうやつだよな。あ、でも。ちょっと室内がクリアかどうかだけ見るわ。開けた。おあぶね、びっくりした、そこか。ねえ、この赤のボタンなんだと思う？いや、それさっき押したんだけどさ、騒いでたから何も起こんなかったのかなっていう。あ、何これ。なんかボタンを押すだけで暗証番号の解読が完了したんだけど。あ、番号は今2箇所同時ってなってたよ。これ大したこと書いてたわね。ビップル。ちょ、見ていいよ。2名が同時に入力だって。何を？ね、地下のパスコード、コードはビップルームの保管キャビネットの上。あ、見てこれ。ねえ、これ見て。携帯電話。あ、携帯電話あった。そう、あった。いいですか。ここに絶対にやってはいけないパスワードの Wi-Fi パスワード。Wi-Fi じゃん。本当に Wi-Fi かこれ3060って。いや、だってさっき VIP ルームの保管キャビネットの上っていつで。あ、そっか。とりあえずここ開けるね、VIP ルーム。そこだっけ？ここ、VIP ショールームって書いてある。あ、本当だ。あぶね。あ。で、ここの保管キャビネットの。まあとりあえずここから入手できるものは全部入手するか。あ、今とてつもなくお腹痛くなってきた。あ、待って。あーアラームついてたこれ。今トイレ行っていいって言おうと思ったのにさ。おい。ちょリスタートしよう。あ、これ見て。バナナみたいな。バナナ。で、携帯電話あるよ。あ、ここにも携帯電話ある。結構ある。なんでこんな造作もなく携帯が放置されてる。これさ、見てこれ。これどうしたらいいか。ああ、ついてる。そう、こっちもついてる。え、パスっていや、怖いな。あ、待って、あったね。どっかにブレーカーあったわ、そういえば。ブレーカー？そういうのはとりあえず建物の配線を見てみるべきだと思うんだけど。もしくはこっち開ける？あ、ちょっとそこ開けていいんか、お前。さっきマネージャーの生体認証でそこ行ったんだよね。あ、そっか。そうだ、マネージャー連れてこなきゃいけないんだけどさ。マネージャーってさ、もしかして表にいる？青い服のやつ。青い服か。あれめっちゃフォールアウトみたいな服装。わからない。青の黄色ってフォールアウトのボルトの住人にしか見えねえだろう。違うね。あ、お、じゃあ押すのか。それ、なっちゃうかもよ、なんか。クリアして。じゃあ何してんの。あれで、あれ、なんかあるよ。警戒されない？待って、あれ、もう一箇所。もう一箇所ある。だって19。そっちどうなったの？なんでとりあえず1919なんだよ。いや、だって1と9に指紋ついてんだもん。あ、そういうそう。これ再入力できんの？一回間違えた。あ、できるようになってる。あ、できる？時間経てばできる。じゃあね。じゃあもうこれ組み合わせ探すか、頑張って。1119ダメ。1111だ。あ、それはないか。9を、絶対に9は1回ある。1119違う。再入力までの時間が長い。そうなんや。あ？VIP ルームの保管キャビネットの上です。これ見てなくね、そういえば。ああ、そういえばそうだね。保管キャビネットってどれだ？ジャンプしたらギリ見える、もしかして。まずキャビネットってそれでいいのかわかんないけど。もうわからん。キャビネット。あ、見て。1191。119、これかよ。これだー。オッケー。監視カメラある。警官一人しかいないよ。え？ああ、じゃあやっちゃっていいよ。ああ。ペジャ。Man, I could so go for some beers and video games right now. You doing anything later? I see. Yeah, that sounds reasonable. あれ？Yeah, so no reason to panic, but I think there's a mountain lion in the staff bathroom. I slipped him a kebab. お疲れ様です。Is that right? はい。で、まあ、弾薬があるのはいいんだけど。こう金庫あったよね。あ、そうなの？そうそう。ちょっと待ってよ。あとここに赤のキーカードと、あ、ブレーカーここ。これ多分セキュリティついてないよね、この金庫。そうそう、それはさっき開けたから普通に。開けちゃうわ。ブレーカー今落としたら騒ぎになるよ。とりあえず開けるの待って。このダイヤル式のさ、金庫だけやたらめんどくさいんだよな。あれ。ルパン三世かて。あはい。えそれ、時間経ったら調べれる。あは。ちょっと取りすぎじゃね？シャバシャバシャバ。おお、賄賂やってよ。あ、それだけ？え、じゃあこれ切っていい？切ったらどうなんだろう？いいよ。切っていいや。アラームが切れるだけなんじゃないの？そういうことかい。あ、それでようやくこれがアラーム鳴らずに開けれる。ここのものは少なくともそうだ。はい、ペイっていった。取っちゃいます。いや、表のあの人いっぱいいるとこどう取る？無理か。その、なんだろう。一人ずつ減らせるなら一人ずつ減らすけど、様子を見てみないとね、ちょっとそれは。一応カメラで中から様子は見えるけど。ああ、そうだ。地下のあ、それさ、俺がカメラ見ながら C 出せんじゃね、もしかしああ、じゃあちょっと頼んでいい？俺今一人だけすぐ近くに拘束できそうな人間がいるんだけど。あ、これ警備員こいついける？あ、ちょっと待って。あ、いけ、無理。俺この女拘束できそうなら拘束するよ。いける？いける。おとなしくしろ。あとどんぐらいいる？まだ警備員はいないけど一般人いっぱいいる。普通に123456789。うわ、今そこきついなそこきついこれきついなあ。でも一般人外出てってる。さっきの場所からもう一人行けそう。あ、今いけるよ。これ。え、どれピンさせ。あ、無理。いや。マウスの赤クリックぶっ壊れてんだわ。これさ、表のドアさ、閉じれると思うあれ。あ、さっき、マスクかぶってないときはダメだった。なんか閉じれそうだよね。ねえ。それでいけると思うよ。あれ、なんか客減ってきたんじゃね？減ってるよ。なんピンさせないの？ね、これさ、2人でさ、こっち来てさ、全員さ、伏せさせてさ、表のドア閉めてやってみない？わお！ちょっと待って。わお。あ、やべこいつ走ってきやがったこっちに。俺ピンさせなかったやつさ、味方やん。味方かよ。それ味方敵首、あ、ちょっと待って、捜索始まってるって。カメラ越しだって分からんかった。気をつけて。捜索中だって。こいつは OK。ちょっとさ、2人でさ、表にいる、うん、その一般人、もう全員。拘束すっか。表のドアが閉じられるならさ、閉じて。ね、バレないようにまず閉じれるか行ってみるわ。な入ってくるよね、そっから。マジだ。そいつやって、そいつやって。うわ、閉じれないわ。だよね。まあいいや、ちょっと全員伏せさせよう。あ、今んとこいけてる。こっち二人。オッケー、やろうやろう。俺右やる。あ、いけたな。あ、で、表に一人。で、扉は閉めれなかったわ。だよね。オッケー、じゃあちょっと表に来るさ。やつに警戒しておきながらさ、中身取ろう。俺に表に張ってくか一番安全じゃん。そうだね。あ、でもさ、はい、完全に入ってきてから拘束しないとさ、入り口際で逃げられたらちょっとまずい。まあまあまあ、とりあえず開けちゃおう。打たないと壊れないやつなんだ。あ、あ、やばい。あ、あ、あ。あれ、なんか大丈夫なんだよ。あれ。いや、大丈夫なんてことはないと思う。まあ、ちょっとダメそうならもうバッグ抱えて帰ろう。結構俺ダイナミックなことしたんだけど。あれ、なんで通報されないんだ。逃げて外に追っかけて。あ、来た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 。あ、もうバッグ持って逃げよう。あ、マネージャーどこ行った。いなくね。多分この柱の真後ろにいるんじゃない。だよ。いやー、出た瞬間見れる。見える。見られる。いた。いや、きつ。絶対騒ぎになる。そうだよね。あいつ出てく瞬間。ここの二人は動かないんだよね、ここから。だから、俺ちょっと反対側のドアの横にいる一般人をこっちに誘導するわ。ああ。これで多少はどうで、まだね、あ、あれ。あれに見られる。きつい。あれが一番きつい。あれ。むずいよ。危な。あべ、警備員来てる。警備員わざとこっちに誘導したいんだけど、どっち行く？うわ、そこで止まりやがった。くそ、仲間。あ？あ、おとりだ。あ、そういえばおとりなんてあったね。地下にもおとりあったよ、そういえば。待って、なんかそっち。あ、ケビン、倒して。これちょっとおとり使うね。うん。あ、これでマネージャーが近くに来るか。あら、ちょっと様子見てみて。動いた動いた。来る来る来る。オッケーオッケーオッケー。それでいい。ナイス。そいつはもう用済みだ。で、はいはい。吸い込まれる。吸い込まれる。ああ。これ何ですか？これであれじゃない？宝石が偽物か偽物かじゃないかをこれに通したらスキャンできるってことなんじゃない？だからちょっとこの辺のものを。これって解いたっけ？もうこれ解いた。解いた。もしかして偽物を持って帰ると下がるパネ？そういうことなんじゃない？だってなんかやたら報酬低かったもんね。めっちゃ低かったよ。で、あ、スキャン中。じゃあもう持ってくるね、ここに。OK あれこれ結構かかんのかな。あ、洗浄済みの宝石だって。洗浄済み汚いってことわからねえ。ちょ、洗浄したやつこの辺に置いとこう。洗浄済みの宝石。じゃああとはあと表だよな。表しかないな。と、うん、表だけ。まあ、だからなるべくその入り口から遠いやつからまず拘束して中に連れていく。ああ、それでいこう。あ、だからそれそっちから行くか。まず右の2人行くか。待って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 。大丈夫。俺こいつやるわ。少しずつ中に連れていく。よし、OK。あの角にいるやつ、こっから行けるよ。そういうこと。よろしく。一番めんどくさいとこできた。あとこの2人。あとその2人だけ？ OK、やっちゃおう。左やりよう。OK。あとは表に警戒しつつって感じだね。あ、ね。よし。宝石って全部洗浄した？洗浄してね、出口みたいなところがね、あるんよ。はい、見てこれ。いや、で、今、取った、取った。あれ？じゃあ、まだスキャン中だ、これ。まあ。あ、もしくはあれかな。1個吐き出されたら、それちゃんと回収しないと、次に進まないとか、なのかな。そういう。とりあえず洗浄させよう。あ、ぽいね。ああ。1個ずつなんだわ、これ。表、敵が入ってきた。敵じゃない、一般市民。高速。はい、お前も。あ、ちょっと待って、邪魔くせ。これって打つとパリーンってなっちゃうから、全部丁寧に開けなきゃダメか。それはそう。あ、でこれをまた洗浄すると。そうそう、そういうこと。時間かかるの。まあこれ、まあまあ打撃で割る分には問題ないわ。はい。ピッキングなんてする必要なかったね。そんな必要はね。ありったけ盗んで洗浄だ。俺洗浄されたやつ出すからバンまで運んでくんね。あ、んなんだえ何やああ、一般危な。どっから来た？え、マジでどっから来た？え、なんか一瞬。あ、ちょっと待って。そう、一般人がさ、ドア開いてると入ってくんだわ。そういう。うん。じゃあ俺、表監視しつつ。あっちのドア閉めるか。あ、閉まってる。だけど今、店内で拘束してるやつはいないから、OK。あと戦場5個。あ、やべ、誰か来てる。あ、やべ、2人いるやん。危ね。いいや、ほっとくわ。こいつら、陳列物全部割られてんのに、何事もなく見て帰るんか。あれマルチタグ好きやな。なんかよくわかんないけど、偽物か本物かとかなんかそういうやつなのかな。まあいいや。なのかな。私は誰にもバレずにステルスを遂行した。全部か。全部。さようなら。これ多分全部だよな。出会ってほしいな。出会ってほしいな。一個。一個。どっか見落としたかな。まあまあまあ。どこだよ。まあいいよ。完全ステルスはできた。